4階建ての商業棟には合わせて43店舗が出店します。1階には500円の生活雑貨を揃えた無印良品500に、クレープや芋のスイーツが楽しめる人気洋菓子店が出店。2階にはミスタードーナツやバーガーキングといったファストフード店が並びます。3階には本や雑貨を販売するツタやブックストアが入るほか、カフェやオフィスとしても利用できるシェアラウンジが中四国エリアに初出店します。そんな全国に展開する人気店が多く入る中で、地元香川の店も多く出店します。三豊市の人気店さぬきラーメンハマンドや、創業100年を超える観音寺市の山地かまぼこが登場。バーラムスタンド馬宿は商業施設に初出店です。東かがわ市の会社馬宿が出店する立ち飲み形式のバーで、和三盆ラム酒や和三盆クラフトコーラを提供します。じゃあなんで香川でラム酒なのかとか、じゃあ和三盆って何なのみたいなところから、地元ならではのお酒なんだよっていうところをこう知ってもらうきっかけにもなるかなと思ってまして、このラム酒は香川県特産の砂糖和三盆を作るときに出る液体糖蜜で作ったものです。本来は捨てられていたものですが、それを有効活用し、糖蜜の優しい甘さと香りを楽しめます。僕らのラムだけではなくて、四国の小規模な作り手の方々のお酒をここに集めて、まあ、広く知ってもらえるような場所に最終的に持っていきたい。またジャラクコーヒー&カカオも商業施設に初出店となります。高松市林町の本店では、カカオ豆からチョコレートを作る全ての製造工程を一つの工房で行うビーントゥーバーを売りにしています。ビーントゥーバーの良さがですね、フレッシュさだと思います。食べた時にこうふわっと鼻に抜ける香りが他の市販のものとは違うと思います。駅ビルではカラフルなボンボンショコラや生チョコサンドクッキーなど本店の人気商品を販売します。高速道路のインターチェンジは近いんですけども、やっぱ車で来ていただかないといけないとなってくると、観光客の方は公共交通機関を使われると思いますので、駅に出すことによってより幅広い方に来ていただけるかなというふうに期待しております。